シュラマル。水木さん、こんにちは。今お時間ありますか？あれ、阿久津さん珍しいですね。ええ、ちょっと気になることを耳にしたものですから、ちゃんとお伝えしておいた方がいいかなって。何かありました？あゆみさんのことなんですけど、あの人、いろいろトラブルになっていますよね。その、お金をちゃんと支払わなかったり。阿久津さんもやられたの？ええ、まあ。私一人でランチをしていたんですけど、お隣の席に座られて、会計の時に私と一緒だから、とすごくごねられたんです。それでどうしたの？お断りしたのですが、昼時でお店もかなり混んでましたので、ウェイトレスさんが一人のお店ですから、イライラさせてしまって、結局私がお金を支払ってしまったんです。それはちゃんと後でお金返してもらえたんですか？ええ、何度も何度もお願いして、家にも行ってようやく。そっか。とりあえず払ってもらえたのは良かったけど、阿久津さんも大変でしたね。ええ、私ああいう人に絡まれやすいみたいで、ちょっと困っちゃいます。何か困ったことがあったら言ってください。私ははっきり言うタイプだし。水木さんのその性格、私とっても好きです。私はなかなか言えなくて、こじらせちゃうことが多いので。あ、ごめんなさい。話がずれてしまいました。お伝えしたいのはランチ会のことなんです。ランチ会？今度マリカッパ寿司でやるやつですか？はい。あゆみさんはそこに呼ばれていないですよね。確か12時半集合でしたっけ？そうです。12時半。参加はまあ、ああいう方ですから申し訳ないですけど。あゆみさんがランチ会に参戦するって言ってたんです。しかも財布なんか持っていかない。って笑いながら。あっちゃー、なるほど、そういうことか。あの人ランチ会とかがあると、そうやって便乗しようとしたりするんですよね。それでお金を払わなかったりするんでしょ？そうそう。最近じゃみんな手慣れてきたけど。皆さん手慣れているんですね。ちょっと羨ましいです。でも楽しいランチ会に、いきなりあゆみさんが登場するのもどうかと思って。それでわざわざ教えてくれたんですか？ええ、そうなんです。日時も場所も知っているみたいでしたから、行く可能性は高いと思って。うわぁ、ありがたいです。実は今度のランチ会、結構大切なんですよ。大切？ええ、メンバーの一人に、ちょっとしたお祝い事があって。お寿司屋さんということは、妊娠ではないのですね。でもよかった。いいことがあるなんて素敵。そうなんです。だから知れてよかった。阿久津さん、普段あまり関わりがないのに、わざわざ連絡までくださってありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。素敵なお祝いになるといいですね。私の名前は水木。ドキュンがよく引っ越してくるこの町で、それなりに楽しく主婦をしているよ。あゆみさんもそんなドキュンの一人で、彼女は特にお金のトラブルが多いんだよね。でも阿久津さんに教えてもらえたおかげで、ランチ会の場所は変更することに。というのも、今度のランチ会は、まゆみさんが正社員になったお祝いなんだ。やっぱりゆっくりお祝いしたいからね。案の定、当日あゆみさんから鬱陶しい LINE が届いたっけ。みずきさーん、えへへ、マリカッパ寿司の前で待ってるからね。へえ。あたしもランチ会に参加してあげるからね。いや、あゆみさんが参加したいって言った時断ったよね。いいでしょ、別に。いや、よくねえよ。だって私もランチ参加したいんだもん。みんなお金に余裕がある人ばっかりでしょ？羨ましいよね。てかてか、みんな来るの遅くない？こっちはちゃんと待ってるんですけど。お財布忘れちゃったんだからみんなが来ないと困るよ。調子乗んなよ。え？やだ、ピエンピエン。いや、30代のそれはさすがに気色悪いでしょ。もう水木さんたらひどすぎ。はぁ、お腹いっぱいになってきちゃった。マリカッパ寿司でもう食事してるの？そうだよ。だって12時半集合でしょ？だからちょっと前から待ってたの。でもお腹空きすぎてたから、一気に食べちゃってもう苦しいんだよ。いや、私たちはそこに行かないからね。え？なんで？行かないから行かないんだけど。そんなの聞いてないもん。行ってないし、言う必要もないでしょ？じゃあ支払いは？結構食べちゃったのにどうするのよ。そもそもなんで私たちが支払わないといけないのよ。あのさ、あゆみさん、あんたいつもこういうことやってるよね。でもさ、こんなの毎回成功するわけじゃないんだよ。それに人からも嫌われるよね。
だってみんなばっかりランチとか楽しんでずるいじゃない。みんなその分節約したり外で働いたりしてるんだよ。そんなに羨ましがるならあゆみさんも外で働けばいいじゃん。そんなの嫌だもん。じゃ無理じゃない。もうやだ、なんでこうなるの。お祝いだって聞いたのに。お祝いなら騒ぎにならないようにおごってもらえると思ったのに。そんなわけないでしょ。それじゃあね。あ、待ってよ、支払いだけでもしてよ。いや支払いなんかするわけないでしょ。というかお祝いだって分かっててわざと便乗しようとしていたんだね。本当に立ちが悪いというかなんというか。確かにお祝いの席だったらもう分かったわよなんて言って代わりに支払いしちゃうようなママさんもいるかもしれないね。でもなんだろう、なんかモヤモヤするというか。とにかく私たちはちゃんとお祝いができたんだ。その後のあゆみさんはというとどんどん孤立していく始末。まあすごく優しいママさんとかが声をかけたりはしてるけどね。なんて考えていたら久しぶりに連絡が。みずきさん。あれ、あゆみさん。どうしよう、全部バレちゃったの。誰に、何が。全く意味がわからないんだけど。あの、みんなにたかりしてたこととか全部旦那に。それに旦那が報告して両実家にバレたの。へえ。離婚してどっかの寺に送り込まれるってマジどうしよう。ねえどうしたらいいの。水木さんはいろいろな人の相談に乗ってきたでしょ。知らないよ、鬱陶しい。鬱陶しいってひどい。そもそも人にたかりなんてするのが悪いんでしょうが、なんであんなことばっかりするわけ。だって何回かやれば1回くらいは成功するじゃん。それで人間関係がダメになるとは思わないの。ママ友なんて別にどうでもいいよ。いや、ママ友同士の関係とかトラブルがさ、不本意ではあるけど子供に影響しちゃうこともあるでしょ。そういうことも考えなかったの。子供は子供、私は私だもん。でもみんなどんどん離れていっちゃってたかりもできないし。いや反省しろよ。阿久津さんぐらいだよ連絡取ってくれるの。ああ阿久津さん、あの人すっごく優しいんだよ。物知りでいろいろなこと教えてくれるし。仲いいわけじゃないんでしょ。だってたかりとかしたでしょ。やだなあ、もう阿久津さんにはしてないよ。え、だって阿久津さんは子供同士が同じクラスなんだよ。それに家もめっちゃ近いんだよね。私がたかりするのは水木さんみたいに遠いところに住んでるママだって。近所だと面倒でしょ。そう、あのさ、前にマリカッパ寿司で便乗しようとしたでしょ。そうそう、あのお祝いの時ね。あの時大変だったんだよ。結局オーナーさんが出てきて皿洗いどころか店内中掃除させられたの。その祝いってどうやって知ったの。覚えてないの。だってもう結構前の話でしょ。そっか、わかった。ねえ水木さん助けてよ、私離婚したくない。知らないよ、家族で話し合いな。ひどい。そっか、私がモヤモヤしていた理由はこれだったんだ。ランチ会の話自体は隠していなかったけど、お祝いであることは隠していたんだ。真由美さんへのサプライズだったからね。当然だけど日時も正確なことは誰も話していないはず。なんといってもうちの町内はドキュンが多いから。じゃあなんであゆみさんはお店の名前、日時、そしてお祝いであることを知ってたんだろう。これって、あ、LINE だ。水木さんこんにちは、今ちょっとお時間よろしいですか。阿久津さんどうしたの。少し相談したいことがありまして。あゆみさんのことなんですけど。ごめん聞けない。え、どうしてですか。いや、あら、そうなんですね。残念です、あゆみさんにいろいろとしつこくされていて困っていたのですけど。私はいろいろ忙しいから他のママさんに相談してほしいな。わかりました、それではまたお話しさせてくださいね、水木さん。あの後あゆみさんは本当に離婚してどっかの寺に送られたらしいよ。まあ今までたくさん人に迷惑かけてきたからね、お寺でしっかり頑張ってほしいよ。でもなんか引っかかる、あゆみさんみたいな天然タイプのアホとは違う。もっとなんていうのかな、悪意みたいなものを感じるんだよ。そして私の勘はやっぱり当たっていたんだ。まさかあんなことになるなんてね。
最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。